はい、私です。今回は秋田県の秋田市の秋田市役所周辺から、セリオン付近まで、行った時の動画になります。で、この動画は、4月16日のこれはもう朝7時とか8時とかそんぐらいだったかななんて思います。はい、ということでですね、この時はまだ今はもう秋田県内も、だんだん桜が、もうほぼ、散ってしまった状態にあるかと思うんですけども、この時は、まあ満開のところもあればみたいな、結構綺麗に咲いてる、頃、だったかなと、思います。はい、ということでですね、まあ、こちら今秋田市の、まあ、山王周辺なんですけど、まあ、ここから、まあ、矢橋方面に、まあ、こう入っていくんですけども、確かここ、この右手、確か AKT、まあ、秋田テレビジョンですかね。はい、そんなテレビ局が、あったかなと、思います。で、秋田県内のテレビ局っていうのは、まあ、1個 ABS が、秋田駅付近に、行ったとか、あとは NHK が駅裏に行ったとか、そんな感じ、アルベに行ったとかで、まあ、微妙に、変わっているところもあるんじゃないかなと思うんですが、こちらは多分昔ながら、まあ昔からあったかどうかはちょっとあんまり自信がありませんが、多分前々からあったんじゃないかなと、はい、思っております。はい、ということで、もうここまで来るとなんかもう私が、はい、よく行くようなゾーンに、来るわけなんですけども、そうですね、この辺に来るとですね、よく夜勤を、昔やっていた頃はですね、夜勤明けで、この辺でちょっと油そばとかを食えるところがあったので、そんなところにですね、たまに、まあ、夜勤明けといっても結構いい時間になってたかと思うんですけどね、まあ、そんなのを食べに行ったりとか、あとこの辺ちょっとパン屋さんとか、あったりして、で、まあ、そちらの方で、パンを買って帰ったりとか、したり、しております。はい、で、あ、そういえばもういろいろありますね、この辺。はい、で、あとは私がよく行くところになるんでしょうかね、まあ、パブリさん、はい、パブリさんにたど、り着きましたね。はい、で、以前、去年ですかね、このまままっすぐ、土崎の、その、この、まあ、旧道というんですかね、まあ、こちらの方を通って、まあ、土崎方面まで、抜けていったことがあったかと思うんですけども、まあ、あの動画を撮ったのが、もうかれこれ、本当に半年ぐらい前、去年の秋ぐらい、だったかなと思うんですけど、もうあれから、まあ、半年経ったかと、一冬越したかと、いうような、なんか不思議な、もう時が経つのって早いなと、というか時が経つのって、若干残酷なんじゃないかとすら思うぐらい、最近のこの時の進みっぷりは、早いなと、思ったり、しています。で、まあ、この春になって、まあ、冬が明けて春になって、まあ、桜咲いてくれよと思ったら、まあ、桜咲きましたが、もうあっという間にもう散るみたいな感じでですね、まあ、本当儚いものだなと、思う、今日この頃でございます。はい、で、まあ、それでもう、あ、 CNA アリーナ、様まで、来たところですけども、そうですね、もうこの辺近辺は本当にもう私がよくいるところですね。で、あと、そう、最近私秋田市民ではもともとないので、知らなかったんですけども、 CNA というのがケーブルテレビの、名前だというのを最近知って、ちょっと、はい、驚きました。これ相棒がですね、あなたそれ知らなかったのぐらい、言われて、はい、ちょっと本当に驚いております。はい、で、まあ、今度ですね、まあ、いつか、ケーブルテレビ、を多分見る機会っていうのが、まあ、今後ちょっと来る、方向に、なっておりまして、で、まあ、ケーブルテレビを見れば、あれですね、 TBS 系の番組が見れるという、話なので、で、まあ、昔、まあ、その昔ですか、 TBS 系の番組を、秋田市の人に、録画してもらって、
見るとか、なんかそんなのを昔何度かやったことがあったかと思うんですけど、その人らっていうのはもしかしたらそのケーブルテレビ、を契約してて、それを録画してこっちで、なんだろうな、まあ、まだビデオの時代だったかなと思うんですけど、まあ、そんな感じで、その昔、あれですかね、なんか TBS 系のガチンコ的なやつとかを、見てたんじゃないかなと、今思うとそんな感じなのかなと思いますね。はい。それか山形県のなんか電波が拾えるとか、そんな話も聞いたことはありましたが、まあ、これについては後で相棒にもうちょっと細かいの聞いてみようなかなと、思います。はい。で、まあ、テレビもですね、私そのオンラインゲームにハマり始めてからというもの、もう13年ぐらい前からですかね、2013年じゃ聞かないですね、2006年7年ぐらいからテレビを見るっていう習慣がもう全くなくなってて、で、まあ、最近そのオンラインゲームもやらなくなって、また、テレビってなんか面白いなとか思い始めたぐらいなんですけども、でまあ、その前約13年14年分ぐらいですか、テレビがもうすっぽり抜け落ちてて、でまあそうですね、まあ、今後 また機会があれば、テレビを、そうですね、部屋に久しぶりに置いて、でまあテレビを見てみたいなと思います。でまあ思い返せば、そのオンラインゲームをやるようになったのが2006年7年、で2011年になんだアナログ放送から完全地デジ化、移行するみたいな、その日にですね、最後に、なんか地デジになりますみたいなテレビ番組を見ていた記憶はあるんですよ。で、まあ、そのテレビでここからはちゃんと地デジで見てねみたいな感じで、私の当時の部屋にあったブラウン管型のテレビは、そこで、テレビとしての役目を終えてしまって、でそれを、その次の週ぐらいですかね、なんか、まあ捨てて、まあそこから完全にテレビがない生活っていうのが、まあ去年一昨年去年までですかね、はい、まあずっと続きまして、でまあはあ、そうですね、今とかあと相棒の部屋とかにはまああるんですけどね、まあはい、今後、またテレビを、まあ、とにかくちょいちょい見たいなと、まあ、時代にちょっと追いつく的な意味も込めて、はい、いろいろと、勉強していきたいなと、思います。あ、そういえばそれで思い出しました、なんか分身体にもですね、最近流行っている歌は何なのとか、聞いたりしたんですけど、もうなんだろうな、なんかこんなのが流行ってるっていうのがもう全然わかんなくてで、はい、もうそうですね、まあ私もアラフォーになりまして、その昔うちの父や母もが、母とこううちなんていうんですか、聞いてる音楽がもう全く違うとかいうのも、まあこんな感じで差が生まれてたのかなとか、はい、まあ実際こうなってみてわかるこの不思議な感じ、はい。まあちょっと勉強していきたいなと思います。はい、以上です。ということで、もう なんだかんだでこの、まあ、臨海のこの通り、こう左手に、微妙にセリオンが見えてきましたが、はい、で今回ちょっとこの動画を、まあ、アップロードしてみたいなと思ったのは、この確かこの動画を撮ったのが4月16日、なんですけども、この前日ぐらいですかね、私がいつものようにこのセリオン側にですね、ちょっと、用事があって、ここを曲がった時にですね、あらっと思ったのが1個あって、これをちょっと動画に、残しておきたいなと思ってこれをアップロードするわけなんですけど、まあいつものこの、土崎のこの、臨海十字路ですか、ここを曲がって、でここに本来ローソンがあったんですが、まあ、まさか
この春のタイミングで、これがなくなっているとは思わなくて、でうちの職場の同僚に、まあ、こっちの天皇方面から来てる人がいたんで、もうあそこのコンビニなくなってるじゃないかという話を、この次の日ですか、したらですね、あそうそう、その3日ぐらい前、この日、この動画を撮った日の3日ぐらい前に、なんかローソン行ったら、コンビニの中の商品がほぼなくて、あれもしかして潰れるのかなと思ったら、その次の日に、閉店していたようで、なんかちょっと、この辺コンビニが多いなとは思いましたが、ちょっと、あそこのコンビニもたまに寄っていただけにちょっと寂しいなと、思いました。はい、ということでこれを動画に残しておきます。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。